皆さん、こんばんは。こんばんは。ご視聴ありがとう。声出してくださってる方がいるのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。本日は移住ラジオということで、私たち日常ですね、高知県の UI ターンコンシェルジュとして、移住の相談を受けているんですけれども、私たちが受けている相談ですとか、あと、実際に高知に移住してくださっている方たちの実例とかもちょっと織り交ぜながら、皆さんから事前に参加申し込みの時に質問をいただいているので、それをですね、私たち2人でちょっと答えていきながらですね、聞き流しのラジオという形でイベントやっていきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。私がですね、高知県 UI ターンコンシェルジュの安田と申します。よろしくお願いいたします。もう一人一緒に話をするメンバー。私も同じく UI ターンコンシェルジュの杉本です。今日は高知から来ました。よろしくお願いします。そうなんです。ちょっとね、ここ、ラジオブースっていうか、なんかあれですけど、スタジオにスタジオと呼ばせてください、これは。見立ってて、今は東京から配信をさせてもらっているような形です。ラジオと言いながら、ズームなんですけど、徐々にね、いろんな形でやっていけたらなぁなんて思っているので、今日は楽しんでいていただけたらなと思います。よろしくお願おいし願いします。ます。あともう一人、メンバーがいてですね、自己紹介お願いします。皆さん、こんばんは。私も高知県岩井ターンコンシェルジュの深田と申します。私は高知の方から今日は参加をしてまして、主にチャットコメントの対応したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いしお願いします。ます。はい。ということで、今日は顔出し全部なしで大丈夫です。聞き流しっていう形になるので、事前にいただいている質問に答えていこうかなと思っているんですけれども、チャット機能、ズームのチャット機能、皆さん使われたことありますかね？そこを使って、私たちがこう話して回答していく中で、もうちょっとここ知りたいとか、深掘りしてほしいみたいなこととか、追加でこれ聞きたいとかっていうことがあれば、チャット使って気軽に質問していただきたいなと思ってますので、ぜひぜひチャット使ってみてほしいなと思ってます。はい。で、ちょっと、いただいている質問に答えていく前に、ちょっとね、練習してみてほしいなと思うので、なんか質問あります？皆さんに。じゃあ、高知に来たことある人、どうやって答えたらいいやろ、これ。ありますってこと？あります。高知ない人に来とか。ない人はないですとか、高知に来たことがあるかないかをちょっとチャットで答えてみてください。なんか、チ手ャッ挙トげで、てくださってありるがとうご人ざも。います。ありがとうございます。結構来てくださってるのあかりな？ます、あります。あ、嬉しすごい。いあります。ありがとあうりごがざとういございます。ます。結構じゃあ来てくださってるんですね。嬉しい。じゃあもう皆さん、チャットは結構慣れてらっしゃる感じなので、本当遠慮なくね、どんそうでどすね。ん。ぜひぜひ。じゃあ、もう皆さん、チャットの使い方も、何でしたっけ、これ、リアクションだ。リアクションの使い方もバッチリなので、どんどん使っていただいて、あ、この間来てくださったって。もじゃさん、ええー、あありりががととううごござざいいまます。す。嬉しいです嬉ね。しい。そしたら、チャット使っていただいたり、リアクション使っていただきながらですね、早速進めていこうかなと思うんですけど、結構今回ラジオをやるってなって、移住のいろは、なんかどんなことを皆さん知りたいのかなと思って、テーマとか全然こう、なんか決めずに事前質問を募ってみたんですけど、結構住まいに関するご質問が多かったかなと思っていて、一番多かったですね、やっぱり。やっぱ気になりますよね。や移っ住ぱりすおるってな家。ったら、仕事と住まいとどんな環境なのかとか、何準備したらいいのかとかって、多分結構皆さん気になるんじゃないかなって思うので、そのあたりをちょっと多かった質問から答えていこうかなって思ってるんですけど、ですね。結構よく聞かれる質問であったのが、高知市内だと家賃高そうなので、少し離れて暮らした方がいいとは思ってるんですけど、その際不便なことってありますかって。これよく聞かれますよね。聞かれます。私たち、それぞれね、相談業務したり、イベントとかで、移住どんな風に進めていってたらいいですかとかって聞かれるんですけど、家賃相場、そうですね。市内だと、だいたい44万円ぐ万らい。円前後という感じですかね。皆さん、どこに住んでるんですかね？なんか、多分、都内とかだと、安くて、7、8万円ぐらい？
かな。安すぎる。今の家賃とか言って言い方言ってください。なんか一人暮らしで生活するってなると、だいたい家賃が4万円ぐらい、うんうん。それに水道ガス光熱費とかちょっと上乗せされるかなっていうのが、うんまあ、平均的な家賃になりますよね。グンペの方行く気ってどうです？ね、そう。なんか実際はそんなに、高知とすごく大きく変わるっていうことでもないくて、まあ、場所によるっていう、高知市の中でもやっぱ中心部だとちょっと高くなるし、まあ、郡部でも割と便利なエリアだと高知市とそんなに変わらなかったりも実はするので、なんかそんなに変わらないという認識でいいのかなとは思いますね。物件の広さとか、探し方とかはやっぱり変わってくるので、いわゆる不動産業者さんで物件を見つけていくっていうのが一番ポピュラーな探し方になると思うんですけど、それがまあ都市圏で生活されている方もそれが一般的だと思うんですけど、高知市内とかはねやっぱりそういう風な探し方、ただやっぱり群馬の方とかに行くと公共交通とかの本数が少なかったりするから、不便なところっていうと、まあ、車をなんか準備されてないと生活がちょっと不便に感じられたりっていうのは、まあ、地方あるある、高知だけに限らず、そう地方あるあるって感じはするかなと思うんですけどね、ちょっとチャットで2万円の物件っていうのを出してくださってるんです。結構詳細大丈夫ですかね、なんですけど、まあ、本当に空き家バンクとかでそういう戸建てで2万円台とかいうのもあったりはしますね。結構物件の情報とか調べてくださってる方いると思うんですけど、やっぱり家探し方違いますもんね。さっき言ってたみたいに不動産業者があるエリアとやっぱりちょっと少なかったりいなかったりするエリアって、例えば市町村名とかあれですけど、村とか町とかっていう規模がどんどんちっちゃくなると、なんかそのね地域に不動産業者さんないので、空き家バンクっていう制度入れてるんですよね。なんか制度としては役場だったりとか、まあ移住を支援してくれている NPO の団体だったりが管理をしていて、地域にある空き家情報をね取りまとめてサイトで発信してくれて、で、まあ、家主さんと交渉をしながら借りたり買ったりっていうことができる制度なんですけど、今ねチャットで出してくださってるみたいに、一軒家でだいたい高知市内の家賃と同じぐらいで一軒家を借りれたり、庭付き畑もついてますみたいなやつとかは割とあったりしますよね。それがちょっと違いといえば違いかな。でも高知市でもまあちょっと離れたところだとそういうのもありますよね、あるのかなとは思うんですけど、そこはちょっと費用としては抑えられる部分かもしれませんね。不便っていう話で言うと、まあ、ちょっとその交通の便だったりとか、お買い物したりするような、場所とかっていうところで不便さを感じたりっていうのはあるかもしれないですけど、その人その人の生活スタイルが、ね、どんなものを使いなんかしたい送っていきたいかに寄っていくかなって思います。そう、まあ、郡部の場合はというか、まあ、高知県全域で言えることなんですけど、やっぱり車で移動っていうのは必須になってくるかなとは思うので、本当に高知でも一部車が最悪なくても生活できるようなところも、路面電車と JR と、まあ、バスの本数が多い中心地だったら、そんなにね、困らないかなっていう。それ以外はやっぱり車があった方が便利というか、車がないとまあ移動できなかったりとか、お買い物できなかったりっていう地域が多いので、車持つっていうことも想定してもらうと、結構その家を選ぶっていう選択肢はね、広がっていくような気がしますね。参考になったらそうですね、いいなと思います。ね、確かに不便なことね。お家結構ねそういったところがあるかなとは思うんですけど、あとなんかお家の話で言うと、まあ、気に入った物件とかがなかったりするときに、その、まあ、住みたい地域にいながら、なんか探せる、なんか、まあ、ちょっとサポートとかってないですかっていう、ありましたね、質問とか
あるんですけど、うん、これどう思います？そうですね、うん、気に入った空き家物件がない場合、うん、まあ、これ住みたい地域にいながら、まあ、いながらって結局どこかに身を置かないといけなくなるので、うん、それをまあどう考えるかなんですけど、やっぱりあのっていうか、各市町村に相談窓口があるので、そこの相談員さんと連絡を密に取って、あのいい物件が上がってきたタイミングとかで、まあ、効率的に数件回れたりとかっていう探し方がいいのかなとは思うんですよね。ある程度、うん、なんかこう入れる場所っていうか、うん、入居できそうな候補っていうのは、うん、ある上で移動されるのがいいですよね、やっぱり。そうですね、内見をするためにも、うん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 、なんかこう物件がない、そう言ってくださってる時に気に入った物件がないのが、うん、今見てる情報が少なくてないのか、うん、その情報紹介してるところまで、うん、もしかしたら見に行けてないっていう可能性があったりするのかなと思うんですけど、うん、あの私たちが運営してる高知県で暮らすっていうサイトの中に住まいを探すっていうページがあって、うん、ご覧になられたことありますかね。なんかそこに県内の市町村が掘り起こしている空き家の情報だったりとか、うん、あとは県内の不動産、ありがとうございます、ぜひ見てみてください。そう、うん、なんかその中に不動産業者さんの情報も入ってるんですよね、うん、ありがとうございます。今チャットに URL 送ってもらったんですけど、うん、そこにですね、うん、情報が、まあ、一部ですけど、うん、載っているので、うん、まあ、そういったところで情報を見ていただくとか、うん、あと不動産業者さんってホームページに物件載ってなかったりするじゃないですか、田舎の業者さんって、うんうん、そうですね、写真とか、うん、だけどホームページじゃ探せないって結構あるあるなんで、うん、一回なんか電話で問い合わせしてもらうとか、うん、なんかいい物件、自分に合う物件が出てきた時に連絡してもらえるような問い合わせをしておくとか、うん、結構それって大事じゃないですか。それがすごく大事だと思います、ね、本当タイミング、本当にその情報収集っていうのが、うん、まあ、ちょっと令和なんですけど、うん、オンラインでできないっていうこともあったりするので、うん、なんか一本電話入れてちょっと探してますってことを言うと、うん、こんなん出ましたよっていうのをね、情報もらえると、うん、そうですね、うん、ぐっとこう家の探し方というか、ね、スピードが早まるというか、うんうん、そういうつながりを持っておくっていうことすごい大事ですよね、うん、不動産業者さんもそうだし、市町村の窓口も、うん、相談員さんとも、やっぱりね、掘り起こししてるのが相談員さんだったりね、物件、うん、空き家バンクに登録する賃貸物件だったり、うん、売買する物件のやり取りしてるのがね、うん、相談員さんだったり、実はするんですよね。うんうんうん、なので、まあ、移住の相談窓口に何相談したらいいかみたいな話って結構ある、うん、と思うんですけど、家の相談も、うん、その各市町村、高知県内ね、市町村に相談窓口あるので、うん、そこの担当さんにね、連絡をしてもらうと結構いいかったりするかも。確かに。あ、ぜひ窓口の情報も見てみてください。ね、すごい、しょっちゅう見ていますよって書いてくれてますね。ありがとうございます。なんかちなみに、ちょっと家関係で言うと、もう一つ気になったのがあって、うん、犬と一緒に暮らしたいけど、はい、住まいの確保できるのかっていう質問があって。めちゃくちゃ多いですね。うん、本当に何飼ってる、何か何でしょうね、ワンちゃんとか気になってしまうんですけど、うんうん、すごい多い、うんうん、私もこの間相談対応受けてる中で、うん、ワンちゃん二頭がいたかな、うん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 、してて、うん、なかなか家見つからないんですって、うん、相談を受けたりします。そうですよね、実際問題、どう思います？昔から言ったら増えましたよね、昔から言ったらだいぶ増えましたね。OK ですよっていうのをちゃんと打ち出して、うん、不動産業者さんに、うん、あのサイトの中にこう、うん、ペット化物件とか、うんね、ペットと一緒に暮らすとかっていう番組付きで紹介されたりっていうのが増えました、うんうん、増えました。なんかあの市町村もあのそのペットと一緒に暮らしたいっていうニーズはもう認識してるので、あのそういう物件を一つでも多く掘り起こしをしようっていう動きはあるので、うん、今、まあ、ちょっとこれも市町村名だとあれなんですけど、うん、結構西部の方の黒潮町だったりとか、うん、あの久清水あの出身だから言ってるわけじゃないですけどあの結構そういう物件が多いエリアではありますので、うん、一度見ていただけたらなと思うんですけど、まあ、どこもお家の掘り起こし頑張ってるので、そう、うん、
ぱりなんか物件数があるっていうことは、うん、それだけやっぱり情報もね上がってきてるっていうことになるので、やっぱりそこって取り掛かりが早いか遅いかっていう、遅いっていうかね、ところの話になってくるので、なんかそういったところもね、ちょっと物件数多く出てるところから問い合わせしてみるとかっていうのも、物件からね、こう見ていきたいっていう方にはおすすめかなと。そうですね、お家にこだわりたい方はね、まあ、空き家バンクはあんま変わらないと思うんですけど、多分不動産業者さんに載ってるものは、ペット可の物件はちょっとだけ家賃が1万円とか若干上がるっていうのは、ちょっと心積もりしておいていただけたらなとは思います。なんか高知市内で空き家バンク、空き家バンクじゃないです、すみません、高知市内でペット可の物件、って言ったら普通の物件がだいたい家賃4万円ぐらいですで平均で目安ですとかって言いましたけど、なんかペット可の物件だとなんか5、6万っていう一番下が5、6万のイメージ、確かにですね、4とかではあんまり見ないですよね、安田さん、杉本さん、はい、チャットの方にですね、今空き家バンクもまあ実際中をまあ確認しないとっていうことで、ももさんからですね、今コメント入ってます。そうですね。はい、その通りだと思います。ネット環境も設置まで3ヶ月かかったり、いや本当にその通りで、よくあるね、ネット全部整備されて、で水回りとか全部きれいな状態でとかっていうのが、結構都心部で生活されてる方とかだと当たり前だと思うんですけど、なんかそこって空き家バンクの物件で言うと、やっぱりまだまだ整備されてない、普通のやっぱり中間ね、中古の物件になるので、そういったところはやっぱり中を見るっていうのはすごい大事ですし、問い合わせしてこういう条件のものっていうのがあるのかどうなのかっていうのをまず問い合わせするっていうことがね、必要にはなってきますよね。確かに金額ね、結構かかるっていうのも、そうだと思います。確かに。エアコン照明とか、書いてくださっててありがとうございます。でもね、やっぱり、ワンちゃんとか猫ちゃんとか、インコ飼ってた人とかね、ね、います。いましたね。なんか、家族としての、ね、選択肢は増え、ね、多い方がいいと思うので、そのあたりはちょっと気をつけて、私たちも情報収集もしたいなと思ってるんですけど、状況としてはそんな感じかなと、思いますね。で、増えてきたとはゆえ、やっぱりまだまだ数として、そこにめっちゃいっぱいありますって言えるほどの件数がないのが実際のところなので、例えば空き家バンクで探すってなるんだったら、やっぱり家主さんと実際ペットがワンちゃん一匹室内で飼うワンちゃんいるので、いいですかどうですかって交渉したら良くなる場合もあるし、ちょっとやっぱり難しいってなる場合もあるけど、相談してみたらいける場合もあったりするんで、そうですね、そこでやっぱり問い合わせるっていうのが大事だったりしますよね。あとまあ探す期間としてちょっと長めに余裕を持って探しておくっていうのも大事かも。ちょっと見つかりづらいっていうのが事実ですね。そうですね、ありがとうございます。いっぱい金額の話もね、本当その通りだと思います。そうですね。お住まいに関しては、大体そんな感じではあったんですけど、それと同じぐらいで、費用のこと、でさっきその、ももさんが金額結構かかりますよって言ってくださってますけど、結構その移住に関する、費用のことも同じぐらい質問が来てたので、あれなんですけど、結構気になんかちょっとしたなと思うのが、移住に関わる お金のことで、引っ越し費用、どれだけ見込めばいいか、あと当面暮らしの中でどれだけ必要かとかっていうのを聞きたいですっていうのがあったんですけど、お金ね難しいですよ ね。なんか、まあ、まず引っ越し代は絶対かかるじゃないですか。ね、引っ越し費用とか、お家を借りたりするのにかかる費用っていうのは絶対必要ですよね。それで家族構成やったりとか、あと荷物の量だったりとか、時期、引っ越しの時期すごい大きい、ね、全然違うので、
一概には言えないんですけど、うん、私たちがお話を伺ってる中で紹介してるのは、うん、やっぱり単身だと大体60万ぐらい、うんうん、で単身そう60万ぐらいで移住にかかる費用の全体として、ね、として、うんうん、で世帯だと大体100万くらいは必要になるんじゃないかなっていうところで紹介はしてます、うんうん、お家を借りるのに必要な費用と引っ越し代とあとちょっと当面の生活費じゃないけど、うん、新生活整えるためにかかってくるような、うんうん、さっきね書いてくださってたようなことですよね。そうですね、うん、家借りて終わりじゃなくて、うん、そこが自分たちが生活しやすくなるように整備していくっていうのにちょっとかかる場合もあったりしますね。新たになんか購入するものもあったりとかね、うん、するでしょうからね、新しい生活だと、うん、っていうのはちょっとあるかなと思いますね。なんか安田さんすごい安かった。そう、実は U ターンしてるんですけど、うん、なんかね、家族4人なので頑張って貯めます。うん、あの本当にあのお金の準備をしていくっていうのもすごく重要なことなので、うん、ぜひ、うん、あの計画的にご準備いただくのがいいかなと思います。うん、ちょっとあの途中あれなんですけど、私、うん、あのご存知の通り、うん、U ターンしてて東京からあの高知に帰ってきてるんですけど、うん、まあミニマリストっていうか、うん、荷物少ないんで、あの繁忙期にかかってなかったっていうのもあるんですけど、うん、単身で U ターンするときにかかったのが大体15万ぐらい、うん、それだから引っ越しだけってことですね。で実家に私は帰ったので、うん、まあ、U ターンの時に使える裏技みたいな感じですけど、うんうん、引っ越しにかかる費用だけで、うん、ちょっと15万ぐらいかかってっていう感じですね。引っ越し費用をやっぱり抑えたいとなると、やっぱり、まあ、安田さんみたいにちょっとなるべく物を少なくするとか。だからベッドとかソファーとか、うん、なんかその大型の家電とかは、うん、私はもう処分をして帰ってきたので、うんうん、だいぶ安かったんですけど、ね。現地調達の方が安くなる場合も多分、大きいものだとあるかもしれないですよね。なんで本当にその方その方のタイミングと荷物の量だったりによって違うので、うん、本当に目安ではありますけど、うん、そう、そういったところは結構ね、うん、引っ越しにかかる費用としてはあるかなと思いますね、うん、で町民の暮らしで必要になるお金っていうのは、うん、仕事が決まってる決まってない関係なく、うん、やっぱり収入がなくなっても3ヶ月くらい生活できるぐらいは理想として、やっぱり貯蓄があった方が安心だと思います。うんうん、間違いない。なんか特にこう、やっぱり実家に戻るとか、うん、あの、アイターンの方とかだったら移動したりする費用とかっていうのも、ね、また変わってくるじゃないですか、ね。そういうのとかはちょっと見といた方が、個人的にはいいんじゃないかなとは思うんですけどね。うんうんうん、ね、なんか車ももし今の暮らしでお持ちじゃなければ、うん、多分それを構えたりとかっていうことも必要ですもん ね、 ね、うん、なんか結構本当最初の方に言いましたけど、うん、車結構大事ですよね、うん、でも、うん、もちろん多いんですけど、うん、結構な割合 K じゃないですか、そう、私も K やし、田舎は K に限るなんですね、はい、こんにちは、大変ですし便利なんですよ、 K、 そうそうそう、 K いいですしね、うん、燃費もいいし、うん、そう、なんで維持費もね多少安く抑えられたりするので、そう、できやすいのマジでありがたいなと思うんですけど、東京のお二人、はい、あの車の話のところでちょうどももさんがですね、うん、すごいコメントくれてます。ガソリンが高いということで、いやー、はい、言っちゃいましたね、はい、高いんですよ、そう、うん、いくらです、177円やったけど、高いすごく高いので、高いんですよ、ね、ここから参加してくださってるのかな、ね、なんか東京とか大阪とか、うん、でやっぱり多分違う地域から参加してくださってると思うんですけど、うん、ね、結構燃料代は高い、うん、ね、移動が多い人は結構かかるかもしれないですよね、うん、だって県内でもちょこ違ったりするので、うんうん、その辺はなんか、うん、ちょっとね想定しちゃってもらった方がいいかなって思います、ね、そうそう、必要な経費です、うん、あ、栃木は10円ぐらい、10円ちょい安いですね、うん、まあ、でも車があるとやっぱり高知暮らしがこう楽しくなるというか、うん、車があった方が絶対いいと思います、うん、いいですよね、アウトドアとか、うん、もうすごい
イメージとしてあるかもしれないですけど、うん、なんかアウトドアとかする人からしたら、うん、マジで天国だと思うんだけど、うんうん、なんか海行くにも、うん、山行くにも川行くにも、うん、まあ本当に市街地で買い物するにも、うん、すぐじゃないですか、うん、だいたい車で1時間走ったら、そんなに山側に住んでても海行けるし、うん、逆に海側いる人も山行けるしみたいな、なんかね、時間に縛られず自分の好きなタイミングで出かけたりとかできるし、ただ、うん、高いのは実際あるっていう、うん、まあそうですね、うん、あそうですね、それは今はなんかその、うん、車を持つことをおすすめはします。すごい素敵、うん、おすすめしますけど、うん、今ももさんが言ってくださったみたいに、うん、自転車で移動される方とかもいますし、うん、あえて、うん、その公共交通が発達しているエリアを選ぶっていう暮らしを、ね、うん、選択する人とかもいて、うん、そこってやっぱり、うん、どういう暮らしがしたいかっていうところに尽きると思うんですよね、うん、なんかお金のことももちろんあるし、うん、そのタイミング移りたいタイミングとかってあると思うので、うん、お子さんの進学のタイミングだったりとか、うんね、何かこう家族のことがあってとか、うん、単身でも転職のタイミングとかいろいろあると思うんですけど、うんうんうん、いきなり全部は揃えられないってなった時は、うんうん、例えば公共交通が、ね、うん、ある程度整備されているエリアを選んで、うんうん、ゆくゆく違うところに少し移住するとかっていうのもありだと思いますし、うんうん、自転車でカバーするとかっていうのもありだと思います、うんうん、そうですね、うん、なんかあのとりあえず車がなくても生きていけるエリアで暮らしている方で、たまに必要だったらレンタカーをする方が、うん、あの維持費としてもかからないし、いいっていう人もいて、そういう暮らし方をしている方もいますね、高知県内にも、うん。必ずしもこう、持つ、ね、うんうん、自分が買わなくてもなんとかなる方法っていうのがいろいろあったりとかしますし、趣味とかそういうなんか暮らしのスタイルによってお選択すればいいのかなとは思います。参考にしていただけたらなと思いますけど、うん、結構その費用面としては特徴的なところはそんなところですかね。ありがとうございます。景色や風景が綺麗って、うん、ありがとうございます、ね、自転車乗ったりバイク乗ったりする、うん、趣味にしてる方はいいですよね。結構あの、うん、言われますよね、うん、なんか海岸線とかに、まあドライブというか下見に来てくれた時に、うん、こんなになんか、うん、海めっちゃ綺麗ですねとか、うん、川が透明でびっくりしましたとか、うん、あと食とかね、やっぱりその辺は、ね、言ってくださったりすることが多いかなって思います、うん、ありがとうございます、うん、そうですね、星も綺麗に見える、はい、ありがとうございます、うん、あとはなんかそれに関連してですけど、うん、移住の準備、うんうん、なんか移住前にしておけばよかったことっていうので、うん、結構いくつかいただいてましたけど、これもね、うん、結構なんかいっぱいありますよね、うん、あります。もうこの話を始めると2時間ぐらいかかるっていう、めっちゃあるんですけど、そうなんですよね、うん、移住の準備、移住前にしておけばよかったこと、あえて優先順位的に上に持ってくるとすれば、うん、やっぱり情報収集した上で下見に行くっていうのは結構大事ですよね、うんうん、それはもうすごくおすすめしますよね、私たちも普段、うん、まあ、多分あんまり下見しないっていう人も、うん、そんなにいらっしゃらないかなとは思うんですけど、うん、今回ね参加してくれてる皆さんはこっちに来たことがあるって言ってくださってるぐらいなので、うんうん、なんとなくの生活のイメージって、ね、多分湧いてるんじゃないかなって、うんうん、思うんですけど、まあでも観光でしか来たことがない方だと、うん、やっぱりこうもっと暮らしの目線で見ていただくようにとかっていうふうにはお伝えとかしますよね、うんうん、確かに。じゃないとなんかこう、うん、実際、うん、その生活してみて、うん、なんかこう違和感とかあったりとか、そう、わかんないですもんね、楽しいだけの印象だと、ね、確かに、うん、準備段階でいかにこうギャップを見られるかみたいなね、ところが大事なので、うんうん、なんかそれで言ったら、うん、高知県の中で言うと、うん、お試し滞在住宅とか、うん、結構その支援する、うん、サポート、それのサポートのために整備されている住宅があって、うん、で結構その
家財道具だったりとか、うん、まあ、必要な調理器具とか全部揃えてるので、うん、すごい簡易なレオパレスみたいな、うん、ちょっとお部屋があるかもしれないですけど、うん、まあ、なんかそういう生活ができる住宅があって、うん、で一組だけ使えるものもあればシェアタイプだったりとか、いろいろあの集合住宅の一室がそういう風になってたりとか、タイプは市町村ごとによって違いますけど、なんかねそういったところを使ってもらって、うんうん、近くのスーパー行ってみるとか、うん、そのタイミングでその市町村の相談員さんとね、うんうんうん、一緒に街歩きしてみるとか、うんうん、結構やってみると、うん、この生活ってどんな感じかっていうの体感できるのが、うん、そうですね、うん、そう体験してみるっていうことすごいね、うん、おすすめですね、ありがとうございます、うん、東京のお二人、はい、またももさんがですね、うん、近隣の遠足周りがすごく大事ですっていうことをコメントされてます。いいし、うん、そうですね、あ挨拶周り、ね、挨拶周り、うん、大事、結構近所付き合いとかね、うん、ありますもん ね、 ね、うん、結構地域の話はねまたこういっぱいネタがあるので次回にとかって言ってたんですけど、うん、ちょうど出たんでね、せっかくにやってくださってるので触れようかなと思うんですけど、うんうん、私高知市住んでるんじゃないですか、うん、知ってる、うん、してます私が住んでるエリアとかって普通にまだ回覧板とかあるんですよね。回覧板とかある、ある、私もある高知市やけど、なんか私今東京で移住相談の窓口座らせてもらってるので、うん、あれなんですけど回覧板とかないとか、うんうん、あのゴミステーションとかも、うん、業者さんが全部やってくれるから、うん、月板とかないとか、なんかそういうのってやっぱり多くって、うん、私、うん、結構こっちでは普通かなって思ってたことが、うん、やっぱり県外だと、うん、それがね楽だったりもするんだと思うんですけど、うん、地域活動とか、うん、地域で協力してやっていく業務としては、うん、まあ、そういったものがあったりとか、うん、で、うん、なんか、まあ、ゴミだけじゃないですけどね、うん、草刈りとか、うん、そういったね関わり方とかってあるので、うん、やらなくてもこういうことがある地域ですよっていうのを知って下見に行って、うんうん、まあ、体験できるんだったら体験してみるのもありだと思うんですけどっていうのは結構ね大事なところかなと、うんうん、思いますね、うん、お試し滞在施設の件も URL 共有してもらってるので、うん、はい、ぜひ使っていただきたい、うん、もらいたいなと、うんうん、思います。ありがとうございます、ね、気をつけていただきたいところってねやっぱりありますよね、うん、病院とか、うん、確かに確かに、うん、その通りだと思います。うんうん、なんか医療機関とかで言ったら、うん、あの結構高知いいなと思うのが高知医療ネットとかあるじゃないですか、うんうん、サイト、うん、見てもらうのもいいかなと思います、うん、そうどんな、まあ、自分たちがこう行きたいエリアっていうところで、うん、どんなその書かれる先生がいるのかとか、うん、検索してもらえるようなところになってるのでぜひぜひちょっと見ていただけたらな、うん、ちょっと脱線して費用のところから、うん、医療の話になっちゃったんですけどなんか、うん、そうですね、お住まいのところ、うん、あ東京のお二人、はい、しました。移住体験住宅、はい、ケングさんから滞在しました。うん、使ってくださったってことですね。そうですね、ありがとうございます。どうでしたかね見れましたか ね、 ね、うん、なんかお試し滞在住宅も地域選んであれなんですけど、うん、車じゃなくても公共交通で行けるところにある、うん、あの施設なんかもあったりして、なんか結構都市圏で生活されてる方とかだと免許持ってるけどペーパーだから車運転するの不安とかって思う人いるんじゃないかなって、うん、いらっしゃいますね、うん、なんか相談受けてたそういう風な、ね、うん、方いるんですけど、公共交通で行ける施設もあったりするんですよ、うん、で時間はかかるんですけどそういったところでちょっと試してみるとかっていうのもありだと思いますね、うんうんうん、あとももさんですね、あの田舎にフリーポートがあるのにびっくりってことで、これ医療 の、 あの関係のものかなと思います。田舎だからこそみたいなところだとは思うんですけどねやっぱりドクターヘリで、うん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 、だいたい車で梼原は、うん、医療センターまで15分だし、なんで、すごい2時間くらいですよね、車だと2時間ぐらいですね梼原、う
ぐらいの距離から、ヘリって言うんですかね、うんうん、ヘリでもし行かないかんってなったら、15分で行けちゃう。うん、なんかそういう警備とかもね、大事だったりしますよね。安心してもらえる部分にはなってくるんじゃないかなと思いますけど、うんうんね、車走らせるよりは、飛んだ方がっていう時は、ね、ありますよね、人命第一。うん、ですね。なんか続々と参加もしてくださってるかなと思うんですけど、途中からの方もね、今ちょっと住まいの話をさせてもらったりとか、移住前に必要な、まあ、準備だったりお金の話っていうのをちょっと触れさせてもらいながら、ちょっと脱線なんかもしながらなんですけど、チャットで随時質問も承ってますので、どんどん入れていっていただけたらなと思います。なんか気になる質問とかありました？結構ね、住まいとお金と、準備で言ったら、就職がもう決まりそうなのかな？就職で高知県に行こうと思いますが、住居に悩んでる、うんうん、でとりあえずお試しに住もうと思います、うん、さっきからお話に出てる、お試し滞在住宅に住むか、賃貸で探した方がいいか、うん、これもな、状況によって違うんで、うん、ぜひちょっと個別具体で聞きながらご案内したいところはあるんですけど、ね、うん、もしすぐに就職かも決まってるって状態なんだったら、うんうん、やっぱり通勤可能な範囲でまず物件探した方がいいと思います。探した方がいいですね、うん、っていうのもお試し滞在住宅って短期で1泊2日から、ね、泊まってるものから、うんうん、長期だと最長1年使えるものまであるんですけど、うん、ずっとそこに住み続けられるわけではないので、うん、やっぱなんか引っ越しの手間だったりとかもちろんそうですし、うん、まあ、目的としても別々にこう決まってるんだったら先にこう物件探していくっていうことから始められた方がいいと思います、うん、結果として費用も労力も多分抑えられる方法はそっちだと思います、ね、うん、2回引っ越しもね、するのも大変ですしね、うん、とは思います。ただ、うん、状況に応じて、うん、何か違う方法とかも提案させてもらったりもできるかなとは思いますけど、うんうんうん、物件がこう見つかりにくいとかっていう情報がね、収集しにくいとかっていうことであれば、うん、ちょっとさっき共有チャットの方でさせてもらってた、うん、住まいのページからちょっと見てみてもらうのも一つかなと、うんうん、なんかその中にスマイズっていうのが新しく追加されてるんですけど、一方、うん、検索しやすいんですよね、全域で、うん、そんなんとかもいいかなって、ね、あとちょっとお家の時に言ってなかったんですけど、うん、5LDK 以上の空き家はなどの情報っていうことなんですけど、これは、うん、まあ結構田舎の方はお家がね大きいというか部屋数多い物件が、え、清水とか多くないですか？清水は多い、大きいです。なんかあんまりこう隣、高知市内だと結構隣のお家が近いとかっていうのが多いんですけど、割とこう、なんでしょうね、広めに取ってるお家が多いのかな。うん、確かに。平均的に多分4部屋ぐらいあるお家が多いのかなとは思うんですけど。一軒一軒がこう大きなイメージがありますよね。うんうん、ね、うん。なので、なんでしょうね、この5。物件自体は割と、うん、そのどの地域で探したいかによるっていう話にはなってくるんですけど、うん、高知市とかやっぱりその中心部、比較的、うん、町部に位置するところ以外だと、一軒一軒はやっぱりちょっと大きくなりがちにはなってくるかなって、なんか逆に平屋でちっちゃくてこじんまりしててとかっていうのを探してる相談者さん多いじゃないですか、うん、そっちの方がちょっと探しづらいというか、う、単身だしそんなに部屋いらんとかっていうのに結構大きいお家が多いとかっていうケースが、うん、そこがちょっとね、うん、ちょっと難しいところかなとは思いますけど、うん、まあ、平屋もね、あるのはありますけどね、あるある、うんうん、
結構いいですよね。なんか多分イメージされる、うん、こう暮らしとかで、うん、平屋ってこうパッと出てくるワードだなってすごい思って、うん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 、まあ、さっきでもね、ちょっとこう、気に入った物件がない場合とかっていうのもあったんですけど、なかなかやっぱり100点ってなかなかないじゃないですか。ね。なので、こう、まあ、優先順位つけるというか、うん、まあ、条件、ああで、こうで、みたいなのをつけすぎると、やっぱり見つかりにくいかなと思うので、まあ、譲れないところだけ、ちょっとピックアップして探すっていう方が早く見つけられるのかなと思いますね。うん。それはありますよね。うん、なんかぜひヒントにね、していただけたらなと思います。うん。うん、そうだな、あと別の、うん、質問で言うと、なんかその準備のところっていうと、うん、さっき情報収集してもらった後、うん、地域の下見大事ですっていう話をさせてもらったんですけど、うんうん、なんか若干その仕事の話とかもちょっと、うん、聞きたいっていう方もあったので、うん、なんかこう、ちょっとだけ触れようかなと思うんですけど、うん、まあ、どっちの方を先にしてったらいいのか。うんうん、はい。っていうところで言うと、うん、やっぱり仕事決めて住まい探していく、うん、はい、住まいの話から今日入ってるんですけど、うん、こう移住をどうやって進めていくかっていうね、うん、ところで言うと、うん、すごいスタンダードの流れとしては、うん、情報収集してみて、はい、で実際に現地を訪れてみて、うん、いろいろ体感しながら、うん、っていうのをちょっと繰り返しつつ、うんうん、あ、この地域いいなって思ったら、うんうん、仕事と住まいっていうのが、うん、まあ、本当両輪で進んでいく感じになるかなとは思いますけど、うん、その順番でやって実際に引っ越ししていくっていうのがやっぱりステップとしてはいいかなって思うんですけど、うんうんうん、そうですね、うん、どうです？ね、なんかちょっと欲張りかもしれないですけど、うん、その情報収集とかで現地に足を運んでいく中で、その地域に、うん、まあ、知り合いというか、うん、ちょっと誰かとつながれたりとかするのもすごく大きいかなと思って、もしかすると空き家バンクとかに載ってない情報もらえたりとかっていうケースも聞いたことあるじゃないですか、うん、なのでせっかく現地に来るんだったら、ちょっとそういったこう人とのつながりというのも、うん、役場の窓口もそうなんですけど、まあ、誰かどっかちょっとお店とかでもいいですし、うん、それつながりがもしできたらなおいいのかなとは思います。うん、東京のお二人、はい、もじゃさんからですね、コメント来てまして、すごい初めて会った方の、ね、家に泊めてもらいましたという、え、すごくないですか？私もそうしたことあります。すごい。でもなんかそういう多分あったっけ感じって、やっぱあると思うんですよね。なんかお遍路の文化とかはあるからかなって思うんですけど、うんうんうん、なんかこうもちろん誰彼っていう話ではなくても、なんかそういう出会いっていうのも面白いですよね。うん、すごい。本当にこう数ある中でこうこの地域を選んで移住検討してくださってるっていうだけですごい嬉しいことじゃないですか、うん、地域の方にとっても。なのでこう頼ればいろいろこう相談にも乗ってくれると思います。うん。ありがとうございます。すごい面白いネタ。うん、コーチあるあるみたいな、すごいです、うん、しかも先日って、ね、リアルに雪大丈夫やったですかね、ね、多分なんか直近ね、全根湖で、うん、そうそうそう、雪降りてたりとか、はい、今年はね、びっくりしましたね、最近移住した方はもうこんなん聞いてないけどっていう、そうですよね、方もいましたけどみたいな話もありますけど、まあやっぱりそういうね、なんかイレギュラーなこともあるのが、うん、まずない、うんうん、なので、まあ、そういったところもやっぱり移住後の楽しみみたいな感じでね、うん、感じて、ありがとうございます。お家の人と仲良くなるには、うん、広め市場に行けばいいというのは本当ですか？本当です。なるほど。いや結構本当で、結構でもこれ本当に冗談みたいに自虐的に言いますけど、でも本当にそれありますよね。ある、めっちゃありますよ。結婚した人も何人かいますからね。わかる。いや本当になんかそういうスポットって結構いっぱいあると思ってて、うん、なんか広め市場とかもそうですし、日曜市とかも結構出会いの場になって、うん、あ、日曜市もいいと思う、とか
あったりするんですけど、結構私たちもおすすめしますよね、うん、結構人とつながれる場所として、うん、日曜市だけじゃなくても、まあ、街路市、うん、たくさんやってますので、まあ、土曜日やってるオーガニックマーケットとか、まあ、そういうのが好きな方はオーガニックな食品とか、うんね、農作物とかを扱っている方たちとつながりたいという方はそちらをご紹介したりとかもしますよね、うんうん、直近私パッといるんで広め行ってないんですけど、うん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 、結構あれです、もうこのパーテーションとかってありますかね、ま、パーテーションはあります。でも結構すごい人、そうだ、うん、いやなんかお昼から参加してくれてる方の中に広め市場ご存じない方いるかもしれないんですけど、うん、高知市のね本当中心部にあるフードコートみたいなところなんですけど、うん、いろんなところをね、うん、コツのたたきとか名産のもの、うんうん、高知のもの食べれるところなんですけど、本当フードコートみたいになってて隣の人とか、うん、結構寄って声かけるとか全然あるんですけど、おご、うん、ってもらったことない、あるあるよね、多分大体ある、なんかよくわからんけどおごってくれる、自分だけど意外ろうかとか思って、うんうん、なんか美味しいなと思って、ありがとうございますと思って、そう、私なんか実際に県外から来た若者に、高知の結構お酒の強そうな女性たちが、なんか、カツオのたたきの、この森、この森の、をなんかおごってるのを隣で見て、もう仕込みじゃないよねと思うぐらい、リアルにそういう場面も見たことあります。なんか楽しみたいっていうのもね、あったりとかして、ぜひまだもしね行かれたことないっていう方だったら、うん、広め市場一回ちょっと遊びに行ってみてもらうのがいいかもしれないです、うん、あっという間になんか45分過ぎちゃったんですけど、すみません、遠くのお二人すみません、はい、質問いただいてます、ちょっと、うん、ダイレクトメッセージで、はい、あとちょっとメッセージが届いているので、はい、ご質問がちょっと来てるんですけど、はい、その空き家バンク、まあ、お家のお住まいの話あったと思いますが、その空き家バンクに、まあ、登録するその空き家っていうのはなんかいつ頃が多いとか、そういったなんかこう時期的なものってあったりしますかというご質問来てますけども、時期は正直あんまりないかなって思うんですけど、人が動く時期は、うん、やっぱりちょっと物件も動きやすいんじゃないかなとは思っていて、うん、そのあたりはちょっと、ね、交渉中とかってなんかなってたりすることが割とあるかなって思いますけど、うん、なんでまあそう2月から4月ぐらいのタイミングとか、ね、物件が出てくる時期は市町村どうやろう、市町村でもまちまちかもしれないけど、多分2月から4月は借りる方も多いじゃないですか、入る方が多いので、そうですよね、うん、まあ、今結構、まあ、市町村も空き家の掘り起こしに、うん、力を、まあ、入れてまして、少しずつではあるんですけど、まあ、そのホームページへの掲載とかそういったのも、うんうん、進めてくれてはあるので、今19市町村かな、うん、まあ、20市町村ぐらいかなは、うん、その空き家の情報っていうのも上がってるかなと思います、うちのサイトにってことですよね、うんうん、はい、あとはなんか空き家バンクの物件じゃなくて、うん、移住促進住宅、移住者さん向けに市町村が整備する住宅っていうのもちょっとずつ増えてきていて、で結構リフォームしているので綺麗な物件が多いっていうのが特徴なんですけど、ただ入れる期間がね、うん、決まってるんですよ、うん、なので、まあ、10年とか決まってるんで、うん、そこでねちょっとまあどうしていくかっていう話は、うん、10年後も引き続き借りれるようになるのか、うん、ちょっと引っ越しをしなきゃいけなくなるのかっていうのは、うん、大家さんともちろん話をしていくっていうのは、うん、空き家バンクとかと一緒なんですけど、うん、市町村がね、市町村役場の方がこう調整してきれいにして、うん、移住者さんたちをこうちゃんと住んでもらえるような整備をするっていうのは、うん、こうね広がってきてるので、うん、そういったところを見ていただくとか、うん、っていうのはね一ついいかもしれないし、うん、プラスあるね、うん、でもお家探ししてるっていうのを市町村の窓口に言ってたら、その募集がある時絶対教えてくれるじゃないですか、 そう、うん、まあ、そのためにも絶対つながっておいていただいた方が、うん、いいと思います。一番多分特徴的なのは34市町村県内にあるんですけど、うん、全部に相談窓口で相談員さんがいるので、うん、
ちろん暮らしの話っていうの漠然としたこともそうですし、具体的にこういうところ物件出たら教えてほしいっていうのも全部答えられないかもしれないですけど、すぐにはつながっておいていただくっていうのがすごくまず第一歩としては大事だと思いますし、私たちもね、高知、東京、大阪と対面で相談を受けている窓口もありますし、こんな感じでズームもそうですし、電話とかメールでもご相談を受けれるので、今日みたいな話とかね、全然あの気軽に相談来ていただけたらと思いますので、ぜひぜひこんなメンバーでお送りしております。はい、そう、楽しかったですかね。大丈夫でしたかね。ちょっとまた次回も参加したいか怖いけど聞いてみようか。ちょっと時間オーバーしていけど大丈夫ですね。大丈夫ですかね。あの次回参加してくれる人答えてみてください。どうしよう、チャットが浮かん。全然こんけど。ありがとうございます。ありがとうございます。リアクションもしてくれて、嬉しいです。ありがとうございます。また違う、ね、ネタでまたちょっとお話できたらなと思ってるので。ありがとうございます。今日はね、ちょっとやっぱり、あの脱線もしましたけど、住まいと、あとまあ、その事前準備だったり、お金の話させてもらいましたけど、次回は、ちょっと、次回参加者の方たちからの相談でよかったのが、ちょっとお仕事とか、そのあたり、そうね、ちょこちょこあったので、まだね、あの、次4日になるんですけど、4日ね、また、あの、質問どんどん増えてくると思うので、入れておいていただいたりとか、はい、あとちょっとセンシティブなご質問とかいただいてる部分に関しては、個別にね、対応させてもらえたらなと思ったりもするので、ぜひぜひ。嬉しい。見出します。あ、私はないでいいですか。嬉しい。ありがとうございます。ちょっとずつね、備品も増えていくかもしれません。そう、マイクとか。っていう感じで、ちょっと、あの、長くなっちゃったんですけど、45分までだったんですけど、第1部。長くなっちゃったので、すみません。最後までありがとうございます。ありがとうございます。で、一旦ですね、第1部という形で、このラジオの形、あの、終了とさせていただきたいと思うんですけど、最後ちょっとご紹介として、あの、高知県で暮らしたいのご案内をさせてもらえたらなと思うんですけど、すでにもしかしたら入ってくれる方、多いかもしれないんですけど、あの、私たちの、まあ、移住相談窓口に来ていただいて、引き続き、あの、お相談とか、検討していただけるということであれば、こっちの、あの、移住を検討するのに、すごくいい制度かなと思っていて、例えば、その、引っ越し、割引使っていただいたりとか、移住前後で使っていただける特典があったりとか、あと、ご登録いただくと、ウェブで面談するとか、対面で相談するとかっていう予約も、マイページ機能があるんですけど、そこからね、取っていただけたりとかして、結構便利になってるので、ぜひご登録いただけたらなと思ってます。はい。で、しかも、キャンペーン中。キャンペーン中。キャンペーン中。そうや。今日1日ですよね。1日から、3月15日まで、キャンペーンやってまして、はい、今登録してもらうと、まるごとコーチのオンラインショップ。あったことありますかね。アンテナショップのオンラインショップの1万円分当たるかも、が10名様に当たるかも。かも。みんなじゃないけど、中には誰か当たるかも。でもね、登録していただくなら、ぜひこの機会が。はい。今お得なので、ぜひ。登録お願いします。はい、またね、登録いただいたら、私たちから1回電話させてもらったりしてるので、その時になんか気になることとか聞いてもらったら、お答えもできるので、ぜひ。相談受けてくだ、あの、してもらって、受けしてます。だいぶオーバーしてしまったんですけど、この後、実は延長戦もやろうと思ってまして、もし、引き続きお話聞きたいっていう方は残っていただいて、で、もういいですっていう方は、そのままご退出いただいて大丈夫です。で、最後にアンケートをお願いしたいので、個別にまた、私たちのセンターから、メールを送らせていただくので、ぜひご回答をいただいて、それを活かして次また4日やるので、ぜひ参加していただけたらなと思います。はい、してます。ありがとうございます。一旦じゃあ、第1部は締めでいきたいと思いますので、はい、ありがとうございます。皆さんね、だいぶオーバーしたのに、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございます。